お疲れ様です。4月23日火曜日朝6時の相場解説になります。昨日きちんとね、相場解説が見れた方はお分かりだと思いますけども、昨日今日と小刻みな上昇トレンドで推移するというふうに決めることができます。これ日足なんでね、見えにくいと思いますけども、もう一旦ね、介入のことは忘れて、テクニカル的に今週は解釈して進めていこうと思いますね。一応ね、ロットは落とし気味か、もしくはデモトレードでやることがおすすめでございます。まあ、私の場合は小ロットでやっていって、少ないながらも利幅を昨日はね、確保したわけなんですけども、全体的には小刻みに上昇トレンドを続けてるってことになります。ね、移動平均線とローソク足の関係も上昇トレンドそのものでしょ。で、4時間の方に切り替えていきます。これが4時間だったかな。はい、4時間なんですけども、これですね、もう陽線しか出ていません。大きな下髭を出した後はずっと陽線。小刻みですけどもね。で、こちらの方も一応超えましたんで、まあ抜けたかな、高値を抜けたかなっていうところです。これは日足、1時間下と思っとくとよくわかりますね。これが1時間なんですけども、一瞬下の方に沈んだかなと思って、昨日の夕方ね、様子を見る場面があったんですけども、まあ継続して小刻みに小さなローソク足が右肩上がりになっていると。移動平均線もそれを支えるように下の方に流れていっているということになりますね。ということなんで、今日もね、バイで取っていけばいいんじゃないかなと思います。価格はすでに154円の816になりましたんで、昨日は685を超えたらバイでブレイクっていう形を取ったんですけども、ブレイクってほどではないんですけどもね、そこからはね、もう今、まあ十数ピップス、十三四ピップスですか、本当に24時間かけて10ピップスほどしか上がってないんですけども、まあしかしね、これでも含み益は含み益ですから、利確に、できると思いますね。はい、ということでね、今週は月火水木が同じ流れで、金曜日だけちょっと変わるということになりますので、基本的に何もなければ、この上昇トレンドを信じて、進めていくだけですね。あとは155円ジャストに心理的な投資家さんの壁がありますので、そこで決済が起きる可能性があります。ですので、155円直前で離脱する、利確をして離脱ってことをね、中期的な戦略にしておきましょう。それでは。